はぁ、霊夢とマリサはいいなぁ。私も実況したいけど、二人がメイン状態だし。私は代役だったり更新止まってたり。お、フラン、来てたのか。ねえ、私も実況したいんだけど。え、じゃあ破壊神にで。そうじゃなくて、私が。え、なに？主役というか、そんな感じでやりたいって。もうちょっとはっきり言ってくれないとわからないな。だから、私が主役。って。ね。もう、早くライフ取ってきてよ、ウプヌシー。あれ？ウプヌシーなかった？さっき吹っ飛んで行ったけど。そっか、じゃあ仕方ないね。フランは何やってるの？新しく実況を始めるんだよ。そっか、一人でやるの？チルノも一緒にする？うん、やるやる。勢いで行っちゃったけどまあいいか。皆さん、こんにちは。ゆっくりフランだよ。ゆっくりチルノだよ。あはは。なんで急に笑ったの？おじいちゃんがテラリアをしていくんだね。ウプ主に頼んだらこうなってた。それで、今回は何が目標なの？ズバリボスのトロフィー集めだよ。トロフィー？確か、壁に設置できるアイテムだったかな。あと、魔法武器のみを使っていくよ。でも、持ってないよ。そう、だからね。見つけるまで攻撃できないし、モンスターも倒せない。ツルハシとか斧は？攻撃手段としては使えないね。あ、スライムだ。モンスターがいても避けるしかないね。なんか厳しくない？まあ、宝箱なんてたくさんあるから見つかるよ。そっか、なら安心だね。そうそう、あとこのワールド、エキスパートだから。ちょっと待って、できるの？ウプ主に改めて頼んだら、この条件ならってね。まあ、洞窟も発見したし、いいペースだよ。真っ暗だけど？じゃあ、松明を作って。さ。しまった、スライム倒せないってことは。ことは？松明作れないじゃん。松明などいらぬ。何も言えないでしょうが。大丈夫、地表にも宝箱はあるんだから。そっか、なら安心だね。あれ？さっき聞いたような会話が。確か、壺からも松明って見つかるんでしょ？そうだね。この前霊夢が言ってたよ。そうか、向こうは向こうで大変だね。あ、緑色のスライムだ。松明が作れないってことは夜とか真っ暗になるんだけど。それってあれでしょ？真っ暗で何も見えなくて動画になる。うん、わかってるから、言わなくても大丈夫だから。うん、わかった。洞窟がもう一つあったみたい。暗くて何にも見えないね。壺から松明手に入らないか。なんか起きちゃった。どうするの？感覚で登るしかないね。頑張れフラン。よし、これで大丈夫かな？暗闇の中からおじいちゃんが。それ以上は言わなくていいから。宝箱見つからないねー。まだ昼ぐらいだし、なんとかなるよ。今度は青いスライムだね。倒すことができたら松明とか作れるんだけどね。また洞窟だー。これはただのホラー穴かな。ホラー穴と洞窟って何が違う？どうしたの？この先って砂漠なのか。砂漠と言ったらサボテン防具だよね。そうだけど。見た目もかっこいいし、体当たりとかすれば痛そう。そうじゃなくてね。エキスパートで武器なし防具なしで砂漠越えとかね。本物の砂漠を持ち物なしで駆け抜け。これあかんやつや。こうなったら無理やりでも洞窟探検だ。でも、真っ暗なんでしょ？これさえあれば大丈夫。木のハンマー？これで土壁を砕いて光を洞窟内に。すごいね、明るくなったよ。これで探索ができるよ。でも、スライムが道を塞いでいるから移動しようかな。フラン、怖い顔してるよ。気のせいだよ。やっぱり遅いな。だけど、ちゃんと明るくなってるしよかったね。この方法は夜になっちゃうと使えないんだ。そうなの？日が昇っているからできるんだよ。
じゃあ奥まで行ってみよう。何もなかった。壺から松明も出なかった。どうしたのフラン、喋り方がゆっくりだよ。眠たいんだね。確かに夜だけどね。どうしようこれ、絶対真っ暗で何も見えなくなってるって。気合だー。無理。仕方ないから仮拠点だけでも完成させちゃおう。エキスパートだし、念のためにドアもブロックで封鎖して。監獄っぽいね。監獄じゃないよ、仮拠点だよ。なんで片言なの？あ、あとは壁を張って。ボコボコ言って面白いね。あとは松明。なんだけど。あ、ないんだっけ。仮拠点すら作れないなんて。あ、そうか。ちょっとドア開けたら危ないんじゃないの？遮ってるから大丈夫だよ。ガイドに倒してもらおう。NPC って攻撃するんだ。近づいてきたら防げばいいしね。さっきからモンスターが床に埋まってるんだけど。やった、ジェルゲットだよ。これで明るくなるんだね。でも、いいの？私は攻撃してないもん。砂漠越えは絶望的だからこっちに来たよ。雨が降ってるね。トビウオとか雨だと面倒なモンスターもいるしな。早く武器を見つけないとね。松明増えてない？ここに来るときに壺から手に入れたんだよ。結構深いな。よし、宝箱発見。お、お。やった、ついに、見つけたよ。ただの木の棒じゃないか。いやいや、これさえあればこっちのものだよ。使うと明るくなるんだね。よし、トビウオで試し撃ちだ。ちょっと当てにくいな。まっすぐ飛ばないんだね。マナも足りないし、連戦は難しいかな。立ち止まってマナを回復しよう。あ、小鳥だ。一瞬トビウオに見えて焦ったよ。この下にも宝箱があるみたい。スライムが邪魔してるね。うわ、増えた。これじゃあ、キリがないよ。鉄鉱石でも掘ろう？貫通するけど、やっぱりマナが足りない。よし、傘ゲット。傘？落下速度が遅くなって高いところから落ちても大丈夫。つまり、飛べるんだね。まあ、合ってる。雪の洞窟に繋がってるみたいだね。雪の洞窟。どうしたの、切るの？何か恐ろしいことが起きていたような。そうなの？まあ、アクセサリーとか色々集まったし戻ろうか。ふぅ？あ、危なかった。もうちょっと探索してたらブーメラン見つけたよ。使えないんだけどね。そうそう、帰り道で流れ星を手に入れたからマナが増やせたよ。今なら目玉にも勝てるはず。ダメージ通らないね。気長にやるしかないね。うわ。非ダメージが予想外なんだけど。これは無理に戦わない方がいいね。だが、ことは。鉱石集めに地下に来たよ。なんで2回死んだこと言わな、そんなことなかった。あ、ごめん、3回だったね。違う、そうじゃない。おお、傘ってふわふわしてて楽しいね。そうですねー。って、線路があるじゃないか。これはもう乗るしかない。宝箱があるね。水の宝箱って珍しいな。お、水かきだ。しかも、防御プラス4のおまけ付きだね。これで勝てる。無理。というわけで、今回はここまでだよ。あんまり進んでないね。ゆったりとやっていきたいし、このぐらいでいいんだよ。ご視聴ありがとうございました。